ゆるさん、まだ何も始まってねえんだよな。なんか言わないといけないような気がした。ということで許されに行こう。エキスパートも大概難しいんだな、許すとは。よく考えたらなぜ許しを請いに行くんだ？こちらが許す側ではないのか？知らんわ。ゆるさん、まだやってるよこの人。この速度の縦連はな、腕が壊れるんだ。まあアタックは直前の巻き込みで出たんだけどな。マジで？気づいてなかったか。リリシアやるんだったら一曲目をパルーシアにしとけばよかったなって帰ってから思った。許されに言っちゃうから。ていうかパルーシアとこれ以外になんちゃらシアって曲名やったっけ？それやるんだったらオラシオン、アリウチにイクシオンとハルシオンでやりたかった。そこは今後アクシオン収録されれば解決だな。されるかな、あれ。
やってしまった感が半端ないんだが、最後の最後でネタリザルトを潰してしまうというな。どうせなら最後のフリップ一つだけアタックにしておけばよかったか。そこまで体張らんでいいだろ。そしたらば新曲をプレイしよう。よくこれを13にできたというか、したというか。同じ民族調で難易度控えめなエーデンティールとかもあるしな。その曲本当に難易度控えめか。お前腕すげえことになってたけど大丈夫か？いやー、なんかエージーしちゃったし、あの動きで正解なんじゃないか？絶対違うと思うけどそれでいいや。しかし精度取れんな。これはこの速度で打線やらせるのは厳しいがすぎるぜ。出せただけマシまであるな。高梨さんはともかくフェニックスって誰だ？お前それマジで言ってんの？それはさておきやってて楽しいんだよこいつ。高梨さん指押し譜面作るのうまいからな。
ドリルがままなってなかったがわりかし良いスコアなんじゃないか。 BPM 的にちょうど巻き込みやすいってのもあるかな。てことで今回はここまで。 Amazon バージョンでの更新はこれで一区切りって感じかな。どうする、バージョン変更に合わせてまたタイトル変えてみるか。お前何回タイトル変える気だよ。